ハンサックは、ニカラグア共和国パールラグーン出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。1999年10月21日にアマチュア FA でヒューストンアストロズに入団。2000年と2001年は、ベネズエランサマーリーグでプレー2002年は、3回 A マイナスキュートリシティバレーキャッツで12試合に登板し、3勝4敗。 防御率3.60という成績だった。2003年は3回 A 級歴ントンレジェンズで22試合に登板し10勝6敗、防御率4.52という成績だった。2004年3月29日にアストロズを自由契約となった。2004年からは母国ニカラグアのウィンターリーグであるリーガニカラグエンセでベースボールプロフェッショナルでプレーした。この時代は ロブスターの漁師も兼ねていたという。2005年12月9日に、ボストンレッドソックスと契約を結んだ。2006年は、3回 A 級ポートランドシードックスで8勝7敗、防御率3.26の成績を残し、9月23日のトロントブルージェイズ戦でメジャー初登板初先発を果たした。この試合は5回を6安打3失点に抑えたが、負け投手となった。 10月1日、シーズン最終戦となる、ボルチモアオリオールズ戦に先発し、5回を1、至死球のみのノーヒットに抑えたところで、ウテンコールドとなった。1991年の規則の変更で公式には、ノーヒットノーランにはならなかったが、関東と完風は記録された。この年は2試合当番、1勝1敗、防御率2.70という数字を残した。2007年は、 スプリングトレーニングで好成績を収めるも、開幕は参加トリプル A 級ポータケットレッドソックスで迎えた。5月3日にマイク・ティムリンの DL 入りに伴ってメジャーに昇格した。しかし、1試合のみの登板で5月11日にトリプル A 級ポータケットへ降格した。5月18日にジョシュベケットの DL 入りに伴ってメジャーに再昇格したが、 またしても1試合のみの登板でトリプル A 級ポータケットに最高格となった。最終的にこの年は3試合の登板に終わった。2008年も開幕をトリプル A 級ポータケットで迎えた。9月7日にメジャーに昇格。4試合に登板し1勝を挙げた。2009年は4月22日に自由契約となったが27日に再契約した。この年は 右肩痛のためトリプル A 級ポータケットで一試合に当番下にとどまった。オフの11月9日に FA となった。2010年1月25日にマイナー契約で再契約した。しかし、当番機会がないまま5月18日に自由契約となった。ありがとうございます。